複数の選手を放出し、左サイドバック不足が完全に解決した前回、右サイドが一人足りませんが、左から持ってくれば、とりあえず近い将来チームカラー発動が見えてきました。では、11年目の後半、グラウンドの画面は白飛びしちゃうなぁ。設定をプレスタツー用にして直してなかったのが原因です。育成は左サイドの選手中心でやっていく流れが完全に出来上がりました。レンタルもさせたいですが、プレスタも上げたい、なるべく早くという感じです。ほんと今の時期こそ大事なのはオールラウンドにしている、これでかなりプレスタ育成が短縮されます。プレスタ言ってますが、キャンプもしっかり沖縄にヘビーローテーションで行きつつ、コーチの探索も欠かさず、理想のポリシーのところで広範囲な人を絶対見つけます。若手探索は、何より日本人を優先です。惚れっぽい人妻に頼んでますが、文章がなんか危ないな。これ。9月、バニラとキャラガーが帰国、キャラガーはもう頭打ちのようです。このシーズンはチェルシーとの関係があるので、ディフェンス強化シーズン、育成するにはチャンスです。9月、コーチリストに動きではないけど、惜しかった。10月、カリームさんが早熟サイドバックの小沼にオファー、これは乗った方がいい気がする。鉄壁のサイドバックの選手ですが、チームカラー発動見込みが4、5年先、そう考えると入れ替えもありか、というところで91億のオファーです。じゃあ、一つ枠が空くということで、小笠原光雄が若手でいるので取っちゃいましょう。成長タイプは普通 B でしばらく使えそう、すべての能力が結構高めのようです。今いる、ミッドフィルダー、チームカラー発動と関係ない選手の後釜として使えそうです。まずは小沼を放出し、100億近いお金が入金、今更お金はいらないんですけどね。そして小笠原、約2億円使い契約しました。その後11月末、蔵元発見、ポリシーは14らしいです。範囲外の19にも見えそうですが、であれば当たりかな。そして結果の方は問題なし。優勝が当たり前の状況です。守備が硬くても、失点がゼロになるというわけでもないですね。という11年目でした。左サイドバック問題が解消。チームカラー発動に必要な人数は揃った。右サイドが一人足りない、という感じですが、だいぶ前進しました。さて、11年目は伸びしろが埋まった感じです。伸びしろある選手は左サイドくん、ファケットーなどベンチ組にいる選手なので、将来性はまだまだあります。世界を虜にするに上がった矢村、覚醒練習も終わり、あとは現役をキープしてもらうだけとなりました。少し成長した森岡、覚醒練習が残っていますが、まだ成長期ではないのでさせておりません。プレスタ育成を4回させ、センターバックになった中澤、将来はベンチになりそうですが、貴重な J リーガーとして育成中です。ユーティリティすぎてチーム作りに欠かせない角田誠、正直構想外が近いんですが、外せません。覚醒練習を行い、世界屈指になった金丸、それによりやや成長しています。立場は厳しいんですけどね。平塚も一度覚醒練習を行ったので、神の領域に到達しました。グラフ的にはもう一伸び欲しいところです。こちらもワンランクアップした丸藤、J リーグで起用する場合は彼がかなり貴重なので、手放せなくなっています。
10年くらいキープできるので、もう安泰のサネッティ、最高の選手ですね。しかもまだ少し伸びています。覚醒練習はまだなのに、すでに末恐ろしいことになっているかか、メンタルが伸び、スキルを習得、さらに伸びしろがあるという、やばすぎます。うっすら成長しているかはもと、将来的には放出です。しかし難しいほどの能力になっています。迷うけど、いずれ放出は決めたことですからね。カカと並び、すごい能力のチャールズ、少し成長しています。プレスタ育成以外は全て完了、プレスタは伸ばさないですけどね。大きく成長した奥村、プレスタ育成もさせましたが、左サイドバックが来る前まででした。あとは覚醒練習とレンタルかな？奥村とポジションが被り気味の杉下、どちらかが鬼重の穴埋めになるんじゃないかと思っています。まだまだ先ですけどね。今回完成しないで終わる可能性もありますが、金丸などの後釜として獲得した小笠原、どこまで育つかわかりませんが育てていきます。プレスタ育成の中心の一人になるバニラ、成長期に入ってきたので、覚醒練習もさせ、本格的に育てた一年となっています。プレスタ育成が長い道のりになるであろう左サイドくん、合計10回ですね。6週間で済むものもありますが、8週間かかるものもある。さらにレンタル移籍、毎年6回のキャンプ、少なくとも17歳にレンタルさせたいのでそれで半年潰れる、そしてキャンプがあるから、本格育成は18歳からかな？こちらも左サイドバックのファケットを、こちらは成長タイプが普通レベルなのでレンタルは最低2回くらいさせたい。合間にプレスタ育成、でもプレスタは左サイドくんよりはかかり期間は短いです。将来的に J リーグでは主力で使うであろう崎健治、育成はまだこれからです。まずは焦らずレンタルなどをさせて、プレスタは空いた時にやる感じでいきます。そしてポメイはプレスタが完成しております。成長期なので覚醒練習もし、世界を虜にアップ、もう少ししたら完成でしょうか。という一年でした。ちなみになんですが、総合力、これは J リーグ用。外国人枠を気にしたものでいつも見ていました。ですが、ワールドプレミアは外国人枠が関係ないので、今回そちらもちらっと見ていきます。基本的にこれがベストメンバーになります。グラフがかなり大きいですが。J リーグ用と比べると結構、モコッとなっている量が違いますね。チャールズ、ボネイ、アンデルセンなど使えていなかった選手たちが入ってくるので、その分伸びています。今回はここで終了します。そうですね。15年目くらいまでに完成するんじゃないでしょうか？プレスタに関してはそのあたりをめどにとは思っています。グラフはもしかしたらもう少しかかるかな？ご視聴ありがとうございました。